角とは、動物の主に頭部にある、固く突き出た構造のこと。また、それに似た形状のものを指して、角と呼ぶこともある。本来、生物学的には、角は、木ひずめめの一部や頭、ヒズメ目などの哺乳動物に見られる角質、または、骨質突起のことを指すが、一般的にはそれに似た、円錐形その他の形状の突起を角と呼ぶ。普通は頭部に生じ、 小中線上に生じるものは単独で、そうでないものは体をなして生じる。角を持つものとしては、哺乳類と昆虫に例が多く、それ以外の動物にも参見される。哺乳類の角の役割は、まず武器であると考えられる。頭部にあって、上や前を向く角は、やや頭を下げた時に、視界方向に突き出す形をとるが、これも、そのような用途に適する。 天敵に対する武器として使われるとも考えられるほか、同種内で、集団での地位の確認や、メスや餌場の取り合いなどの場合に、誘導子の威嚇や、喧嘩の武器として使われる。特によく発達した例では、正当他による可能性が指摘される。カブトムシ類の角も、ほぼ同様に使われる。これに対して、それ以外の動物では、はっきりした角がありながら、 何の役に立つのかわからない場合も少なくない。一部はむしろ天敵が食べる時にそれを邪魔する役割があると考えられ攻撃的な意味を見出し難い。なお、角とは認められない触覚や触手が角と呼ばれる例もある。原生の哺乳類の角は骨が変化した器官であるものが多く、主に草食動物に見られる。オスで発達している例が多く、 敵に対する武器として、また同種間の争いに使われる。特に半数動物などが持つことが多く、ぶつけ合って、メスや餌場を取り合う。角には、鹿か、牛か、プロングホーンか、キリンかとキヒズメメサイカの5種類の角がある。枝図の赤鹿の枝図の鹿かの角は、枝分かれすることから、枝図のと呼ばれる。英語では、アントラーと呼ばれる。毎年生え変わり、通常、 オスにのみ生える。頭の上に毛皮を被ったコブとして発生し、伸び出して、中に骨が作られると、毛皮が剥がれて角が姿を現す。季節が過ぎると、角は根元から外れて落ちる。角を合わせて戦うことは少なく、むしろ角の立派さで地位を決めている種が多い。これらの角は枝分かれしているものが多いが、高齢や栄養状態の良い個体ほど枝が多く、 立派なものを持つ。ホラカクインパラのホラカクウシカの角は、ホラカクと言われる。英語では、ホーン。頭蓋骨に、角の形角突起、あるいは、角心マイナスがあり、その骨の上に、爪のように角の皮が被った状態で存在し、一生伸び続ける。オスにもメスにも生える。鹿のように枝分かれすることはない。霊養の仲間の角は、 実際の争いで角を使う種が多い。特に、砂漠や、鉱山などに住む種が争いに角を使う。プロングホーンの角は、頭蓋骨に角の形角突起、あるいは、角心マイナスがあり、その骨の上に、爪のように角の皮が被った状態で存在することは、牛科の角と同じ構造であるが、角質部が枝分かれしており、角質部が1年に1回生え変わる。 オスにもメスにも角はあるが、通常メスの角は非常に小さい。プロングホーンの一種のみで、プロングホーン化を形成している。日本国内では、横浜市立金沢動物園でのみ、飼育されている。オシコンキリンのオシコーンキリンの角は5本あり、カレ齢とともに大きくなる。オスにもメスにもある。頭頂部の2本の角は、ネッキングと言われる戦いの際に使用されるが、 他の三本の角は、進化前の名残ではないかとも言われている。この角は、頭骨の一部が隆起してできた突起に皮膚がかぶった、ものである。同じキリン科でもオカピの角は二本で、オスにしかない。キリン科の角は、英語では、アシコンと呼ばれている。サイの角サイの角木ひず目のサイア目の動物の角は、鼻の頭にあり、一本のものと、 縦に2本並ぶものがある。肉食動物に抵抗するときなどに使われ、骨質ではなく角質、毛が束になったものであり、中軸角とも呼ばれる。そのため通常は化石として残ることはないが、角の基部に当たる部分の骨の表面が素面となっており、その存在を知ることができる。この角から、細角または、右細角体は、 漢方薬として沈調されたため、乱獲を招いた。英語ではホーン。角ではない類似構造派が変形して、角のような構造になっている例もあるが、これは角とは呼ばず、牙と呼ぶ。バビルサの牙は、上顎剣歯が長く伸びて、上唇を突き破り、湾曲して角に似た構造を取ったものである。一角の牙は前方に長く突き出る。これは、オスのみが持ち、 上顎の左の摂取が変形したものである。繁殖期に使われ、立てて、長さを競い、地位を決める。右の摂取は、歯肉内に止まるが極まれにこれも伸びた日本牙の個体も存在する。化石種絶滅した哺乳類にも角を持つものは少なくない。クジラ玉、ひずめめの中では、ラクダ科の姉妹群とされる、プロトケラス科は、 花状及び側頭部に角を持っていた。後期の属、シンテトケラスの微上部には Y 字型の大きな角、側頭部には髪型に湾曲した角があった。また、キヒズメ目では、ブロントテリウム科のいくつかのグループは、花状に大型の角を発達させた。このグループは、アジア産と北米産では角を構成する骨が異なっていた。 超尾目の禁煙である重脚目も大型の角を持っていた。代表的な属の一つある種のイテリウムは、分部から額までの前頭部を基部とする二股に分かれた大きな角と後頭部の一体の小さな角を持っていた。前頭部の角は巨大であったが中空で軽量であり、声を発する際の共鳴器官として使用したとの説もある。他には、 初期の大型草食動物である、恐れツのメのウィンタテリウムは、頭部に3体6本の角を持っていた。また、月脂類のエピガウルスも鼻状に1体の角を持つ。以上のグループは、化石として発見された、格突起の表面がザラついていたり、あるいは、血管の痕跡などが発見されていることから、キリンなどと同様、上面に皮膚が被さった。 オしコーンだったのでないかと推定されている。また、オスの方が大きい、またはオスにしかないなど、性的蓋なりを示すものも少なくなく、性的ディスプレイやメスをめぐる、儀礼的闘争に使われたのではないかと思われる。ブロントテリウムなどいくつかの種で、角によって折った傷跡を持つ化石が発見されている。移設上目にも、角状の構造物を持つものが存在した。 飛行目に属するペルテフィルスは、頭部を覆う臨盤ンン骨の前端、粉状部の一体が、角状に隆起していた。生態ではこの上に、角質の鞘が被っていたと思われる。蒸気のように哺乳類の化石種には多様な角を持つ、ものが多いが、その素である初期重弓類も多様な角を発達させた。現在知られうる最古の獣弓類である、テトラケラトプスは、 学名の四つの角を持つ顔の名の通り、四つの角状突起を持つ。この生物は頭部に角を持つ最古の有用膜類でもある。また、ディノケファルス類のエステメノスクスは、ヘラジカにも似た枝分かれした角状の突起を持っていた。これらの生物の角の表面が、いかなる状態であったかは、化石からは判明していない。角と儀式の角は皮膚に包まれて発達し、 内部で硬化し、最後に皮膚が破れて完成する。その際に鹿は角を樹木の幹に当て、擦るようにして、皮膚を剥ぎ取り、また角の表面を磨く。これを鹿の角研ぎという。カモシカの場合は、皮膚が剥がれたりはしないが、やはり先端を磨くことは大事であるらしく、同様に樹木に擦りつける。擦りつけられた樹木は、当然樹皮が剥がれ、普通は、 下から上に削り落としたような傷がつく。また、サイも、同様に角を研いで手入れしている。カメレオンの角トリケラトプスの角波虫類では、トカゲ類、カメレオン類に、鼻の頭や目の上に角を持つものがある。ジャクソンカメレオンのようにこれぞ、角、という姿で実際にもそれを付き合わせて戦う例も、ある。しかしそれ以外では、 大半はやや突き出しているので角と呼んでいるというレベルであり、角の役割は果たしていない。角トカゲなどはこの例である。両生類にも角ガエルという例があるが、ほぼ同段である。絶滅群の内恐竜では、カルノタウルスなど肉食のものも角状構造を持つものが多かった。また、長板類のケラトプス類が牛あるいは、 サイのような構造の角を持っていた。鳥類では、サイチョウなどに、くちばしの上に、角状の付属突起を持つものがあるが、どのような役に立つかはよくわからない。魚類では、ハコフグ類などに、目の上に角を持つものがある。これらは哺乳類のようにその角を持って、争うようには見えず、むしろ外的に食べられにくくする効果も考えられている。 ヘラクレスオカブトの格好注目のカブトムシア目、特にコガネムシ科の昆虫のオスに角を持つものが多い。特に有名なのがカブトムシア科の昆虫であり、その角は誘導詞の争いや餌をめぐって他の昆虫を追い払うのに使われる。他にクソムシの大黒コ,コガネ類なども立派な角を持つ。同様な角はゴミムシダマシ科のものにもそれを持つものがある。 クワガタムシカの昆虫の角は、大顎が発達したものであるが、目立たない、大きさの種もある。カメムシ木の横バイヤクの昆虫、特にハゴロモカやテングスケバカなどの頭部に、目的不明の角のような突起がある。また、ツノゼミの名を持つ一群は、その背中に、奇妙な形の角を持つことで有名である。いかにも角に見える、硬い、尖ったものを持つものもあるが、 柔らかいひらひらした突起や曲がりくねった膨らみを持つものもある。擬態に関わるものと考えられているが、想像を絶するような形のものも存在する。同様にも歌われている通り、カタツムリには角と呼ばれるものが頭部から伸びるが、実際は目である。角と名を持つが、実際には角を持たないものも多い。 それらは触覚などが目立つため、それを角に見立てて命名されたものである。角貝の貝殻全体が角に似るための命名である。以下のような例がある。右耳にできた、川角日本人にとって最も近しい角は、牛と鹿のそれであろう。西洋ではこれにヤギ、羊が加わる。架空の生き物を想像する場合、寄生の動物に角をつける、という例は、数多い。 人につける例では、鬼の角は、牛のそれであり、悪魔のそれは、ヤギのものである。また馬に角をつけたのは、一角獣になる。地名の由来説話に、日本初期のツヌガ・アラシトがあり、ツヌが生えた人が来たので、その地を、ツヌガと呼ぶようになったと記される。角を持つ者の戦いは、互いに、角同士を押し当てての力比べの形を取ることが、多い。 角突き合わせるという表現はこれによる。俗に腹を立てている女房を、亭主側から、やややゆして、角を生やしているなどという。その一方、南欧諸言語では、角は妻を寝取られた男性の象徴であり、角をつけるという表現は、妻を寝取るという意味になる。角は楽器にもなり、角笛として使われている。金管楽器の源流が角笛であり、 古ルンの場合、語源そのものが角から来ている。水牛の角は、三味線のバチの手元部分や特に、地板三味線の駒としても使われる。また、水牛の角は、印鑑の素材としても広く使われている。重角を加工し指揮とした角配も知られる。角は強さの象徴とみなされ、特別な力があると信じられる場合も多かった。 角のある動物の剥製を飾りにしたり、角そのものを飾りに用いる例、角を日本刀の置き台にする例などがある。また、イの角は漢方薬として珍調された。角を人間に狙われた動物は、埋虚に糸間がない。人の文化では、角は威嚇に使われており、兜や仮面にデザインされる場合が多い。鬼など恐ろしい怪物には、 角があるとしている文化も多い。漫画的には怒りを表す時に角を描き加えることがある。また、漫画やアニメに登場するロボットには角を持つものも多い。ありがとうございます。